こう近いようで遠いっていうか、うん、はい、まあ、そういう遠いようで気になるというか、はいはい、まあ、そういうクラブではやはりありましたね。うん、あの岡田さんも、うん、指導されてましたから、はい、まあ、そこで清雲さんがおられましたしね。はいはいはい、人との出会いというか縁だなと。指導者スタートしたのは31歳の時に、はい、早稲田高校のね、早稲田大学の式修球部の監督として2シーズン、はい、まあ、スタートして、はい、やっぱりこう達成感というか、ね、あ、まあ、それがすごく味わえた、はい、年でもありましたし、はい、プロのサッカークラブがどう日本に根付くんだろうと、うん、まあ、そういうところのこうワクワク感というか、うんうん、まあ、そこで仕事できたらなっていう気持ちは強かったですね。J1 の、ね、ステージにやはりこのクラブを上げるっていう、はい、まあ、それが僕の使命だというふうに思いますし、はい、このピッチで練習して、うん、そして具合でね、あのピッチに立ちたいと、うん、まあ、そういうような一貫的なものになっていければそれはもう理想だというふうに思います、ね、やっぱり点を取りに行くっていう姿勢がその中からでもやはりね、何回そこにその勇気というか、ね、そういうチャンスにこう入り込んでいくことがあるかと、それが本当にサッカーの魅力だと僕は思うので、そこに可能性があってボール出してるんだったら、それは前向きなところで、この思考だっていうんじゃなくて、それはもう段階的にそういうサッカースタイルになってきますから、力がついてくるとやるのはね、我々なんだという、やはりそこでやらなきゃいけないんだっていう気持ちはね、やはり非常に強いものを感じました。可能性がある限りね、そこに向けて我々は一歩ずつやっぱり前進していかなきゃいけないと思いますし、どうなんですか、こういう感じです、こういう感じですか。人とね、いろいろ話をする機会を作りながら、うん、そういうことは好きですね。うん、家族があってのやっぱり仕事だと思う、はい、できるね、環境だと思いますから、はい、洗うとか掃除するとか洗濯するのは苦じゃないです。ちなみに料理とか全然しないです。いや、肉は焼いたりとか、ね、はい、へー、それくらいはできますけど、はい、あんまイメージできない。まあそれはね、はい、だんだん監督としてになるとそういうあれがイメージが離れてくると思いますけど、プレイヤーとしてもそして人間的にも、うん、ね、やっぱりこう成長させられるような、うん、そういうやはりチーム、クラブの監督で自分はいたいな、うん、ありたいなっていう、うん、ね。